ここもちゃんとハンコ押してあるし、こっちもサインしたし。よし。これで契約書は大丈夫そう。事務所に所属するって話、最初はちょっと心配されたけど、お父さんもお母さんも納得してくれてよかった。プロになりたいって気持ちを伝えたら、応援するって言ってくれたし、契約の内容とかお金のことも一緒に見て、 考えててくれて安心したなあとはこれを新藤さんに渡しに行くだけだそろそろ出る時間かなえっとスマホまだちょっと余裕あるなあれ流星群のニュース 日本三大流星群ペルセウス座流星群の時期がもうすぐやってくる出現期間は一月ほどでそのうち一番見頃となる日は流星群か懐かしいな昔みんなで見たっけあまた 流れたみんなで一緒にミクの曲を練習してその帰りにたまたま見たんだよねすごく綺麗だったなでも中学生になってからみんなとはだんだん離れ離れになっちゃってもしかしたらもう二度とみんなで一緒に見ることなんてできないかもって思ってたけど また、みんなで一緒に見たいなみんなお待たせこれで全員揃ったねいっちゃん契約書ちゃんと全部サインした抜けてるところあったらボールペン貸すから今書いちゃおう 大丈夫だよ。家でお父さんとお母さんにも何度も確認してもらったからそっかよかったあたし今朝になってサインしてないとこあったのに気づいてお兄ちゃんと大騒ぎしちゃったんだそんな抜けてるのさきしかいないから大丈夫でしょええしほちゃんひどい それじゃあそろそろ移動しよっか進藤さんとの待ち合わせ遅刻するわけにはいかないもんねうん行こううん はい、全て問題ありません。こちらで受け取らせていただきます。っていうことはああの私たち <laughs> ええこれから弊社所属のアーティストとしてよろしくお願いします。 プロになったんだうん <laughs> でもまあ前に話した時点で契約することは決まってたんだしそこまで騒ぐことじゃないでしょうへえー、そんなこと言ってしほちゃんもにやけてるよここれはまあ嬉しいかって言われたら嬉しいし <laughs> 私たち ここまで来れたんだね。うん。プロになる覚悟は、まだちゃんとできてないかもしれない。でも、シホと一緒にバンドがしたい。ライブがしたい。一緒に、誰かの心を打つ演奏がしたい。この思いの先に、プロって道があるのなら、 私はプロを目指したいあの時みんなでプロになるって決めて本当になれるかなんてわからないし不安なこともあったけどでも4人でここまで来れたデビューはまだ先だけどこれから私たちの演奏は今よりたくさんの人たちに聞いてもらえるようになるこれからも 聴いてくれる人たちみんなの心を震わせる演奏ができるように頑張りたいなそれではこれからの話に移らせてもらいますか皆さんはこれからうちの所属アーティストとしてデビューしていくことになりますただそのためにはいろいろと準備をすることがありましてね準備 はいデビューの時期に合わせてプロモーションを打ったり新曲を用意したいと考えていますまずはそういった今後の売り出し方を考えるために俺の方で資料を用意させていただきます皆さんがどんなバンドなのかこれからどうなっていきたいのか何を思って音楽をやっていくのかそれが見えないことには目標も立てられませんし 目標にたどり着くための売り出し方も決められないですからねうはい、わかりました皆さんとすり合わせる時間も後々設けます一緒に話してしっかり考えて決めましょうあ、はい、ありがとうございます <laughs> では。 今日はこんなところですかね。サインしていただいた契約書もしっかり預からせていただきます。しばらくお時間をいただくことになってしまいますが、その間は今まで通り練習をしていてください。それじゃあ、また何かあったら連絡してくださいね。は、はい。今日はありがとうございました。